こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。オーストラリアアマゾンセラーアカウント登録マニュアル。ねえー、アマゾンオーストラリアがいよいよ開始になって FBA も始まりました。で登録はね、えー、もうできますで。登録して出品ぐらいまではね、えー、まだ、まあ、誰でもできる。あるいはね、誰でもできると思うんですけど、 やっぱ儲かる商品を見つけるのはね、えー、容易なこっちゃない。そしてオーストラリアならではのね、えー、注意点もあるというのをね、今日はちょっとお話したいと思います。まず、まあ、オーストラリアはまず始まってね、えー、やっぱ高く出てます。結構値段高く出てますね。で、えー、決まってるもんもあれば、決まってないもんもあると。で、決まってない理由として売れないんじゃなくてね、オーストラリアの消費者が商品を見つけにくいまだ仕組みになってるというのもあります。 カテゴリーはいっぱいになってますからね、えー。適切な出し方をすればもう売れる。そして売れた後の配送品質はね、えー、私がオーストラリア住んでた経験から考えた以上に、えー、非常に良好な、えー、状態で商品が届いてると、ね。この商品を送って届いたらどうなるかというビフォーアフターじゃなくて、これ、届いた後の商品ですからね。えー、すごいですね。えー、ちょっとね。 中、むき出しで入っているという、ある程度オーストラリアらしさはありますけど、まあ、いずれにしても箱がきれいな状態に届くというのはね、おそらく世界でも日本を除けば、オーストラリアでしかアマゾンは提供していないサービスなんではないでしょうか。でまあ、オーストラリアアマゾン、ね、非常に稼ぎやすいと。アメリカアマゾンも参入したときは、えー、もう開始して2か月で、ねえー、すぐに売り上げ200万、利益100万円と。 いうね数字を叩き出した会員さんもいらっしゃいました。これもね、何百人も初めてやったわけじゃなくて、まだ出だしの頃はね、やってみたいっていうの数人しかいなくて、まあ、そのうちの一人ですしね、他の人も稼げてたんで、まあ、非常に稼げやすかったと。まあ、オーストラリアでもね、こんな風に稼げやすくなるというのが予想されたんですけど、ちょっとオーストラリアね、アメリカや日本とは様子が違かった。 まず登録の方はね、えー、まあシステムでえどうなってるのというのはあるとしても、まあ、調べたりね、いろいろ試してみれば、難な,なくえ登録はできます。ねえー、まあ登録そのものはまあ英語ですしね、えー、アメリカなり日本なりで登録したことがあれば、あまあ似たような質問があったねという程度でどうってことないですし、まあ、え本人確認の書類というのがね今追加されてますけど、 まあそれもね、何通りか試せば通るということでね、アカウントのえ販売準備、こちらの方はね、比較的スムーズにいくかと思います。問題はその先ですね、アカウントが無事登録できましたと。さあ何を売りましょうってところで、今までのえ日本アマゾン、あるいはアメリカアマゾンの場合は、適当に商品を出せば売れたと。売れた商品を また儲かるんであればそのまま売り続ければ OK というね非常に単純ある意味ね適当に下手な鉄砲を数えち当たるという形でね相乗りしてればもう簡単に儲かる商品が見つかりました、まあ、ところがねオーストラリアの場合はまあそうは簡単にいかないとね、まあ、何しろね、えー、英語で登録できます 英語で登録できるのに、えー、アメリカで登録してるアメリカ人セラーが登録の仕方が分かんないと、ねえー、いうような質問をしているケースもある。ね、で、えー、アメリカのセラーだのね、日本のサポートだの全く当てになりません。なぜならですね、これ今日見て笑っちゃったんですけど、これ日本アマゾンのね、えー、世界のアマゾンで売りませんかって紹介ページなんですけど、今日ね、えー、2018年3月31日、ね、 えー、FBA が始まって、オーストラリアの FBA が始まってすでに1ヶ月以上経ちます。ね、で去年の、えー、11月下旬にね、a z o n オーストラリアが始まってからもう4ヶ月経ちます。なのに、まだオーストラリアアマゾン、ね、日本アマゾンの認識としては始まってません。 これすすごいですよねオーストラリアアマゾンが来週始まるって言った時点でも日本アマゾンの、ねえー、サポートの人は、えー、オーストラリアアマゾンなんて本当に始まるんですかというような話をしてたんでねさすが知られざる南の大陸オーストラリアって感じでね、えーまあ、少なくともオーストラリア以外のアマゾンの人はねオーストラリアのサポートは全く、えー、役に立ちません、ね、でオーストラリアならではの決まりもあるライセンスがどうとかね えー、関税食品とかね、えー、生の、えー、果物うるさいとか、まあ、そういうのがいろいろあって、でさらに、ね、システムの出来が悪いんですね、まだ。本当に Amazon 買ってぐらいシステムの出来が悪いんで、えー、ちゃんと商品のカタログをね、選ばないと、あるいは自分で売れるカタログを作,ら作って出品しないと売れません。ねえー、通常 Amazon はね えー、見るたびにカスタマイズされた画面が現れたりでメールが飛んでくるんですけどこの機能は、ね、オーストラリアの場合はまだ全く機能してないと、まあ、逆に言うとこ,のこういうのに対応できる、えー、サポートあるいは対応できるスキルがある人じゃないと全く売れないんで、まあ、システムが早く正常化すれば、ね、誰でも売れるようになって使いやすくはなるでしょうけど。 まあむしろ私とか会員さんにとっては、ね、私のサポートを受けている会員さんにとっては、まあ、むしろこのシステムのままね、もう、えー、いっそのこと、えー、数年、まごまごしてもらえばね、ほ、えー、の人は稼げないなって、撤退していく中できちんと対応して稼げるというのでね、まあ、むしろ有利なんじゃないかなというふうにね、えー、前向きに考えることもできます。まあ、そんなこんなで、まあ、何しろオーストラリア、ねえー、まともなネットショップはない、えー、物価は高い。 で fba 一つとってもアマゾンのアドバンテージは非常に高いんで、えー、きちんとやれば非常に稼げますね今の日本で稼いでる本業以上に稼げるチャンスがありますで、まずはここをクリックしてねどんな商品が何倍で売れてるかとかダイソーの商品が10倍20倍で売れてる商品の事例なんかもありますんでここをクリックしてねそれらの内容を確認してみて